皆さんおはこんばんちは、おいもです。時は2011年、ニコニコ動画と YouTube に現れた。この名列車作品は多くの視聴者を爆笑させた。これがその作品である。あの有名な一時的に福知山にいた113系である。今回は福知山に一時的にいた戦闘車ことクハ111の819を含んだ1994年頃の福知 Y14 編成を模型で作っていきたいと思います。今回制作する113系福知 Y14 編成はこのような3両編成となっています。両忍ぶ狩りの姿であるクモハ112の814は鉄コレサンパチ君の両忍ぶ狩りの姿から中間車のモハ113の814は昔加藤の111系を改造した余剰車から、そして今回の主役であるクハ111の819はアルファモデルのキットから製作します。今回は主役であるクハを中心に製作の説明をします。まずは屋根を仮組みして前面の手すりの穴を開けます。なおクモハも同様に手すりの穴を開けておきます。キットについてる屋根は箱型ベンチレーター用の穴がついてるものなので、一旦屋根の取り付け穴をすべて埋めてしまいます。そこからグロベン用の穴を開けます。次はグロベンの加工に移ります。トレジャータウンのグロベン台座 B を用意して上側のパーツを使用します。これをグレーに塗ってからベンチレーターの下部に装着しておきます。お次はクハのヘッドライトの加工、キット付属のヘッドライトのパーツに銀河モデルの2等シールドビームを取り付けます。このパーツ類をあらかじめクリーム1号で塗装しておきます。モハは塗り替えを行い冷房を取り付けただけです。クモハは IPA につけて塗装を落とす以外の加工は手すり以外はほとんどこれといった加工はしていません。ということで塗装します。GM 緑15号、GM ブドウ色2号、GM クリーム1号の順に塗装して、最後にお顔の窓の部分をブドウ色2号に塗装してしまえば、ついにあの懐かしの福知山色が姿を現しました。ここからパーツ類を取り付けていきます。あのヘッドライトを取り付けます。そこから他の部品を取り付けていけば、なんということでしょう。お手元にシールドビームが4つついた究極の特別仕様車が現れたではありませんか。実車は数ヶ月のみこの姿でしたが、模型ではずっとこの姿で現役です。いかがだったでしょうか。今回は福知山で一番のゲテモノだった車両を作ってみました。なお完成してから相違点なども多く、いつも通りのそれっぽい仕上がりとなりました。最後に走行シーンをご覧いただきながらお別れとさせていただきます。